中日本エクシス、中日本エクシス株式会社、中日本エクシスは、愛知県名古屋市の区に本社がある、中日本高速道路、ネクスコ中日本管轄内の、サービスエリアパーキングエリアの管理運営会社である。エクシスは、高速道路を指すエクスプレスウェイと、オアシスとの造語、財団法人道路サービス機構、j s、AP、a p と財団法人ハイウェイ交流センター、 エロスクエアが管理してきた高速道路にあるサービスエリアパーキングエリアのうちネクスコ中日本管内のものを2006年4月1日に引き継いだ。カリア PA を除きいずれも第三セクターによる運営である中日本エクシスと JTB チューブとの共同事業でサービスエリアパーキングエリアにて高級弁当の販売に力を注いでいる。 中日本エクシスのすべての SAPA では、売店、レストランにおいて、エディを使用することができる。ただし、軽食の食券購入やテナントのコンビニの一部などでは利用できない。エディギフトの受け取りは、エリアコンシェルジュ、いわゆる、インフォメーションコーナーで行える。2007年から中日本エリア管内138カ所の、うち、 トイレのみの施設を除く SAPA に設置されている。すべてのスタンプに社名表示が入っていない。その代わりスタンプには道路名のほか、SAPA 名が入るようになった。その後2011年までに141カ所に増えている。スタンプ一覧は公式サイト内一覧を参照。サービスエリア及びパーキングエリアを一般道から利用できるように設けられた施設。 徒歩での利用のみに限られ、車両の本線流入ではできない。NEXCO、西日本管内の SAPA を管理する、西日本高速道路サービスホールディングスでは同様のサービスとして、ウェルカムゲートという施設を整備している。設置箇所については公式サイトや、プラットパークを参照。サービスエリアのコンシェルジュコーナーにおいて、無料で配布されている、高速道路地図である。 サービスエリアガイドという名称であるため、高速道路地図がメインではなく地図の裏側に掲載されいるサービスエリアパーキングエリアの営業時間などの情報やおすすめグルメなどの紹介がメインである。地図は道路施設協会時代から発行されていた SAPA ガイドの様式をほぼそのまま受けたわりしている。毎年四半期1月4月7月10月に発行されており、 東名、新東名版、中央自動車道版、名神、北陸道版の3種類が存在し、各班の主要掲載道路は以下の通りである。かつては、東版、現在の東名、新東名お及び中央自動車道版と、西版、現在の名神、北陸道版の2種類だったが、2012年4月号からは3種類になった。 配布箇所については公式サイト内配布場所案内を参照サービスエリアガイドの他にサービスエリアのコンシェルジュコーナーにて有料400円で販売している。2008年度より毎年各年度版を販売しており B2 サイズで表裏に地図を掲載し4分1セットである。サービスエリアガイドとは違い上質な用紙を使用し地図は簡易ケースに入っている。 2011年度版までは300円であったが、2012年度版より、今までの道路地図に IC と SAA、PA を掲載した、略路線図と全国地図が追加されて400円に値上げした。ネクスコ中日本管轄のサービスエリアのコンシェルジュコーナーに限らず、ネクスコ中日本バーチャルサービスエリア、通信販売や一部のネクスコ西日本、 ネクスコ東日本のサービスエリアでも販売している。中日本エクシスが2007年7月から発行している高速道路のサービスエリアやパーキングエリア、お土産品などを紹介しているフリーペーパー。各月20日、相関号のみ奇数月、2号以降から多摩数月に発行していたが、2011年度は震災の影響などにより奇数月の15日発行となっている。 2011年度からは制作を産経リビング新聞社が行っており、読者モデルの家族が実際に SAPA に行ってお土産を買ったり食事をしたりする様子をレポートするドライブ日記のページが新たに加わるなど、より一層読者にとって親しみやすい内容となった。エリアコンシェルズのある SAPA で入手できる。リニューアルしたり特徴のある SAPA を クローズアップして紹介するピックアップ SAPASAPA の旬な情報を紹介するシュントレ読者モデル登場のドライブ日記子育て中のママのための高速ママサポーターズクラブドライブに関するお役立ち情報のページドライブトリビア沿線別にご当地者のお土産品や食事を紹介するハイウェイ旅すごろく読者投稿コーナー 高速写真館などのコンテンツで構成されている。ハイウェイ旅スゴロクは、携帯電話の二次元コードを読み込むと、画面にサイコロが現れ、スゴロクを楽しみながら読めるユニークな仕掛けになっている。主要な s ス A において、公衆無線 LAN のフリースポットが設置されている。コンシェルジュコーナー付近が、受信範囲。3月から、藤川サービスエリア。 上り線と浜名湖サービスエリアに設置したウェブカメラでの富士山や浜名湖のライブ映像をホームページで表示を開始したサパカメラ一部のサービスエリアについては商業施設イクスパッサとしてリニューアルしているイクスパッサご在所東名阪自動車道ご在所 SA を皮切りに今後展開してゆく 新東名高速道路のサービスエリアパーキングエリアについては商業施設ネオパサとしてオープンしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。